はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングリビジです。では、信長の野望大使、続きをプレイしていきましょう。まあ、前回ですね、弟信行を攻めたんですが、まあ、金に目がくらんで、一旦講和をしているので、講和が解けたらですね、停戦が解けたら、再び末盛城を攻めましょう。まあ、ちょっとね、ゲスの所業と言われればそれまでなんですけど、まあ、この後おそらく、一気にね、吉本が、終わりになだれ込んでくるんじゃないかっていう雰囲気があるので、まあ、そうなる前にまずは終わりを統一しておきましょう。そっからですね。で、前回信行と停戦するときにお金4000をもらっているので、その4000を使ってまず鉄砲をね、徹底的に買い漁っていきましょう。で、忘れちゃいけないのか、なんといっても証券のお金ですね、証券系ですね。ここでお金をバッガンガンともらっておきたいんで、証券、加納証券でかいね、ここ投資しておく。斎藤の方がでかくなってるんで、ここをきっちりやって、かつ鉄砲の購入ですね、鉄砲550で買っておきましょう。で、鉄砲が846、まだ846か、もっともっと欲しいな。で、宣戦布告ができるかっていうと、まだできないね。半年間とか多分できないんでしょうね、過去の信長の野望のパターンだと。戦国立志年とか創造とかだと半年間ですよね、停戦期間が。なんで、おそらく半年間は停戦期間になるんじゃないかなと思いますので、停戦明けに一気に攻めましょう。で、表情ですね、まあ、この辺りの表情もだいぶこなれてはきましたね。まずは、おお、論議が20上がるのはでかいね。で、定勝は農業が14、軍事が4。で、長秀は伊達天がつくんだ。まあ、ただ今戦闘する予定はないんだけど、農業を上げるか、軍事を上げるかっていうところですね、ここは。で、古六は論議が14。商業が6。今、商業はあんまり美味しくないんだよな。論議が欲しいんで、古六を入れて、あとは、農業が上がる定勝を入れましょう。これで、新しい方策提案ですね。兵団管理。行軍時の兵糧消費が減り、決戦時の士気が上がる。秀隆、いいこと言うね。これやろう。兵団管理。速攻でやろう。にゃ、無理か。30必要か。軍事30必要か。ちょっと今回軍事は貯めましょうか。で、兵糧収入が上がるのか、灌漑の効果が上昇するか。まあ、まずは、差出検地1をやって、兵糧の収入を直近で上げておきましょう。で、本当だったら商業系上げたいんですけど、毎回言ってる通り、ザ・商人優遇は特殊証券収入上昇だけなんで上がるのが。これあんまり嬉しくないんだよね。今特殊証券持ってないんで。そうすると、奏者、親善、1、親善効果上げるか、方策提案確率上昇。あ、これがいいね。これにしましょう。方策、さっきのね、兵団管理とかかなりでかいんで、そういうのが今後ガンガン入ってくる方が嬉しいですからね。で、信勝が名古屋城を狙っている？ほう、すでに、そういう構え、なってくれてるんだったら宣戦したいね。でもできないんでしょ？いや、いけるか。3ヶ月ですね。まあ、信勝の方が謀反の疑いがあるんであれば、こちらから先に攻めましょう。んで、斎藤家から、またいつものように、いろいろ届きましたと。では、行軍していきます。行軍について指南を受けますか？行軍は味方の拠点から部隊を出陣させ、目標地点へと兵を進めるコマンドです。これも前回ね、一度やってますからね。まずどの軍に兵を向かわせるかを選びます。まあ、前回は荒子に集結させましたよね。で、戦いになる場合は戦場になる軍に刀のアイコンが表示。おお、なるほど。では、今回はなんですが、まず行軍の目標は、ズバリ、末盛織田城なんで、出陣する武将ですね。
で、旧部隊まで出陣可能。自由に変更できるということなので、まあ、ここは一旦決定を選んで先に進めということなので選びましょう。で、SA 森城を囲みます。で、敵はどうやら城にこもるようだと。また敵はこもるのか。で、決戦になる場合は予想兵数も表示されるということですね。まあ、敵は800しかいないんで、まあ、こちらの方が圧倒的に多いですからね。では、今回は末盛、織田家を滅ぼして、信行、弟、まあ、ここでは信勝になってますけどね。後の信行を滅ぼしちゃいましょう。行軍開始。出陣する。まあ、これでね、しっかり、滅ぼすことができれば、少なくとも尾張をね、統一できますからね。一人たりとも逃すな。で、合戦が始まっていると思うんで、ちょっとこの様子を見ておきましょうか。今囲んでる状態かな。で、おそらく末盛城のマーク、白いのがちょっとずつ減っていってるのが出てると思う。これがゼロになるときっと攻略できるんでしょうね。で、交渉の申し出が来ていると。金銭130では無理だ。今回は申し訳ないが、弟を抹殺しよう。で、合戦情報を見ると、総兵数が14,800。マジか。すげえな。14,800ってこれ明らかに動産の兵力ですよね。どう見ても。信雄の方は、まあ、勝家は入ってるけどね。これ以上はちょっと寄れないんで、このままね、決戦をちょっと見たいけどな。決戦にはならなそうですね。では、商業コマンドを打っておきましょう。183、清洲証券183、名古屋も上がってるな。名古屋に投資入れとこう。で、取引を行いましょう。鉄砲をまた買います。かしこまりました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、信行の方から、まあ、信雄の方から謀反を起こしてますからね。確かね、信長も一回は信行を許してるはずなんですよ。で、もう一回謀反を企てた時にも完全に殺してますからね。画面一番上の兵糧のマークは確かに兵糧がガリガリ減ってってますね。受け入れよ。で、末盛城を落としたと。この辺の音楽はなんか聞き覚えがあっていいな。まずは、全員雇いましょう。信雄も含めてね。まあ、史実だと信雄は殺してしまうんですけど、信雄も含めて一応全員雇いましょう。特に勝家は欲しいからね。これで尾張は完全に統一したかな。じゃあ、騎乗させましょう。戻るぞ。で、配属はすぐにはできないね。できないんで、次のターンで配属しましょうね。今、誰も入ってない状態になってますんで、末盛城に。で、ここは朝倉の話が入ってきますね。初めての歴史イベントじゃないですか、これ。ちょっと見ていきましょう。流していくので、皆さん一緒に見ていただければと思います。
画面右側の方が吉影ですね。この辺りは後の越前信仰、信長の越前信仰を暗示するようなエピソードがイベントとして加えられている感じですね。あ、これは事実なのかもしれないですね。まあ、伝わってるっていうんで、まあ、事実かどうかわからないですけど、そういう説があるっていうのは、僕も初めて知りましたね。へえ、勉強になるな。今までの信長の野望でこのエピソードって紹介されたことありましたかね？ほとんどのシリーズプレイしてきているはずなんですけど。さあ、ここからはじゃあ対今川戦ですね。まあ、史実では信長はちょこちょこその国境付近で今川勢と小競り合いを繰り広げていますからね。じゃあまずはどうしようかな。兵糧で言うとやっぱり清須なんだよね、中心は。開墾しておこう。んで、今回は、犬山城でも開墾できるね。開墾しよう。お、末盛城でも開墾できるね。徹底的に開墾しよう、今回は。で、名古屋はもうできないね。労力使い切ってるからできないってことですね。で、労力っていうのは今、あの画面の上の方に出ている3分の0になってるところを言っています。で、その他で言うと、行動数、商業はいまだに1か。まあ、ここはただ末盛商圏に進出しておいて、でかつ人事で配属で、末盛城に移動武将としては誰を入れるかというと、まずは何と言っても、勝家を入れましょう。勝家に信勝。いや、信勝入れるのは危険だね、さすがに。さすがにやめましょう。で、あとは信康を入れておく？一応。で、八夜で最前線になるんで、戦闘力の高い武将もう一人ぐらい入れてあげたいな。前の長安。前の長安は秀吉の傍らに置いておきたいけれども、一旦は入れましょうか。統率が高い利家、小六、この辺りも置いておきたいからなっていうね、欲張り発想になっちゃうんですよね。で、城主は信康。これで行きましょう。で、信康に任せておけばいいでしょう。一応一文書ですからね。で、あとは、今できることはないんで、ただあれだな。今川勢もこれ見ると、鳴海城、靴掛城、刈谷城、かなり増強してきてますね、兵を。いやー、怖いな。そうなると、こちらも歩兵しておきたくなるよね。末盛城で歩兵かけておきましょう。
いかんせんこの大使初めてプレイするんで、これがセオリー通りに沿ってるのかどうかもわからないんでね。もしかしたらとんでもなく遅れをとっていて、取り返しのつかない展開になっている可能性もあるんで、この後は、そしたら鳴海城をダッシュしに行きますか？鳴海城、くつかけ城、このあたりが、一応、その、信長としてはね、しっかりやっていきたいところですからね。でここでは厳島の戦いのイベントが起きてますね、まあ、毛利関連のイベントになると思います。ちょっと今後もじゃあ見ていきましょう。報告いたします。先月の終始でございます。ここは史実通り1560年の桶狭間の戦いを待つっていうのはちょっとナンセンスな気もするんで、この後の動向を決めていきましょうか。で軍事20はでかいな。なんといっても兵隊管理を今回入れたいので絶対に。でさすが秀吉だね。秀吉は10、10、15の35。秀吉も確定だろうこれは。で、勝家。いやー、勝家、秀吉、このあたり優秀だわ。他の大名家プレイしてないんで、これがすごくいいのかどうかはわからないですけど、なんかパッと見さすがだなっていう感じの家臣団は揃ってますよね。で、秀吉は、施策強化1。なるほど。施策力増加が期待できるわけですね。これもやりたいね。で、操戦術も上がっていると。上がってるっていうか、まあ、できたってことですね。今回は、そしたら、まずは、兵隊管理、これは絶対入れましょう。これはやりたかったんで、兵隊管理は入れます。で、その他で言うと、今打てるのだが、足利徴用の1はもう終わってるでしょう。先方提案。優勢時、提案率上昇。これ、多分、合戦、決戦時に出てくるんでしょうね。で、他打てる。ものは何があるかというと、今だと特にないか。先方提案、やっとく一応余ってるんで。で、商業は、まあ、再三言ってる通りあまり意味がないんで、親善の効果上げるか、表情を活性するか、両意見提案率上昇、これにしよう。よし、これでほぼほぼ使ったね。末森城を狙っている吉本。まあ、ここは、鳴海城か、くつかけ城か、まあ、どっちか逆に、先手を打って奪いに行ってもいいんですけどね。まあ、鳴海城とかっていうのは、まあ、皆さんよくご存知の桶狭間の戦い。で、
吉本の本陣を奇襲した信長軍が、まあ、桶狭間の戦いは勝利するわけなんですけど、実際はですね、この鳴海城自体は落城していなくて、吉本の首級、まあ、首ですね、いわゆる、とこの鳴海城を交換したと言われてますね。で、信長がこの鳴海城を手に入れたのは、つまりその桶狭間の戦いの後ということなんで、まあ、今その鳴海城を奪うっていう手を打つのか、それともね、先に靴掛け城を取るのかっていうところなんですけど、どうしようかな。まあ、一番いいのはやっぱり鳴海城をね、取ってしまうっていうのが、国境に一番近いのがこの鳴海城ですからね。今画面の中央にあって、末盛城、名古屋城に近接しているこの鳴海城、ここをどうするかだな。どうしようかな、すごく悩むところなんですけど、この靴掛け城も史実では桶狭間の戦いの、まあ、後詰めというか、戦後処理というか、まあ、そういった戦いの中で信長軍が制圧する城なんですけど、ちょっと一旦は様子見するか。どう見ても兵力的に勝てないからね。岡崎城から2900でしょ、で、刈谷から1400、靴掛けから1000、鳴海から1500。この兵を相手にする力ないもんね、今。とりあえず鉄砲買おう。これで鉄砲が1000になりましたね。ありがとうございました。報告いたします。先月の収支でございます。まあ、まずは忘れないうちに商業進出をかけておきましょう。今行けるのはどこに行くかだよね。値がでかいところがいいんで、そうなると多治見に進出しましょう。かしこまった。で、こっから困るところなんだけど、まずは神前で、ちょっと待ってね。交渉ができる？もしかして今。同盟締結はできないか。同盟締結したいけどな。そうなると他で言うと、近接してるところ、まあ、本願寺とね、うだうだやるつもりは全くないんで、かといって浅井で、ここは六角、亀山とかって今は長野が治めてるんですね。で、松ヶ島とかになってくると北畠、今だと美濃、本願寺とあーだこうだする気はやっぱり起きないし、かといってね、この広大な今川を攻めるっていうのは無謀にも過ぎるよね。ちなみにあれですね、駿府とかって前回か前々回か見たときは兵2300入ってましたけど、今これが100に減ってるってことは、前線基地に、まあ、鳴海、靴掛け、刈谷、この辺りに兵を集めてますね。これは近々やっぱり吉本の終わり攻めがあるなってことを考えて、末盛城で歩兵しておこう。歩兵、いや、これはマジであるな。全然。しかもかなり近いうちにありそう。
じゃなきゃこんなに前線に兵集めてこないですよね。飯の屋とかもね、今増強してる感じがありますね。まあ、飯の屋ってちょうどね、大河ドラマで飯の本拠地になってますけど。さあ冬になったんで、ここでまた農業コマンドが打てるようになってるはずなんで、ここで何するか結構重要だよな。あとは忘れないうちにいつもの商業系のコマンドを打っちゃいましょう。どこに打つのがいいかだなぁ。まあ、対馬とかにしとく投資。んで、肝心の、ここ、何するかだな。まあ、火巻きする ?82 あるから必要ないよね。やるんだったら、名古屋城か、末盛城か、まあ、名古屋城かなぁ。いや、末盛城の方が低いね。末盛城にしましょう。で、他は、できないよね。もうね、ないもんね。肥料ないもんね。領主もあるけど、これは種まきだから、あまり関係ないんで、よしとしましょう。じゃあまたターンをくる?いやー、なんかいつ、その、今川軍が攻めてくるかわからない、ちょっとドキドキの展開になっていきましたね。これより表情で表情だね。いや今回ひどいな。これ最高だな。最高。貴様らの考え、まともな意見出してこいよ。おお、だいぶ変わったね。そうするとまず定勝の農業14は欲しいね。であとは牛一の論議10も欲しい。で成政の論議15は大きいな。軍事も欲しいから、ここは成政にしましょう。桑山、信広、あとは名古屋、あたりも、まあ、それぞれ、まあまあって感じですけど、ここは成政にしましょう。これで表情を終える。で、商業54あるけどな、商業の54の使い道がないね、本当に。で、軍事14は足りなすぎるんで、そうすると論議の32を使って、大名表情発言って何?表情で大名自ら発言できる。いや、これはさ、むしろさ、こういう方策がなくてもしていかなきゃいけないんじゃないのって感じもするけどな。まあ、これは入れましょう。で、農業は何かできるのがあるかっていうと、まあ、灌漑支援ぐらいしかないかな。これで商業が54、軍事が14、上見れば。残ってるんですけど、商業はね、ずっとここ何回かお話してる通り、今やる意味はあまりないので、放置しましょう。で、士官は青木ね。まあ、これは青木さんを雇いましょう。里見が滅ぼされたか。なんかやっぱりちょっと展開は早いな。そしたら我々も一旦一合戦してみますか。今は新章を含めてマイナス20か。どうなんだろうな。国力は4位ね。で、同盟勢力は武田と北条なんですけど、まあ、武田とも北条とも完全に信長は国境を接していないので、ここは今川に宣戦布告しましょう。
生かしてはおけぬ。では早速ちょっとね行軍を行っていきましょう。まあ鳴海城に桶狭間の戦い以前から信長は攻撃を仕掛けていたというのは事実としてあるので、しっかり鳴海城で決戦を行いましょう。で今回出陣するところなんですけど、まず信長の方は鉄砲隊にしたいんで兵装は鉄砲800入れましょう。で1000まで鉄砲持たせられるよね。信長1000持たせてこれでいいでしょう。であとは秀吉隊が800、勝家隊が600。勝家もうちょっと兵上げられない。勝家は800まで増やしましょう。で数正が800、長秀が850、成政が650で森政が650、吉成が850、長安が600。長安の600がちょっと微妙だな。まあ、これでいいかな。忠誠が低いやつが何人かいるのは気になりますけど、信勝をはじめ。信勝今回出陣してる？秀吉隊の中に入ってるね。信勝はちょっと外すか。そしたら、信勝なんて戦闘力何に等しいでしょう。とはいえ、牛一、あとは秀長を入れよう。これでいいかな。ね、長安のところに全然いないのは、勝家のところに全部入ってるからだな。で、あとは、ちょっともう一回軍勢確認をして、武将で、赤いやつはいなければいいかな。忠誠がね、赤いやつがいないかどうかを今確認してます。OK。これでいきましょう。俺に続け。さあ、いよいよじゃあ、決戦、合戦の様子が見れるんじゃないかなっていう楽しみです。ちょっと待ってね。今、引いてってるよね。一人たりとも逃すな。これを見ると、集結中か。岡崎城で集結してるな。これは、一大合戦になるぞ。今岡崎城で岡崎城で集結中になっていて、受刑に行って今ちらっと見ましたね。受刑に行ってで行軍してきて、かなりの数の軍勢と激突になりますということで、これもしかしたら第4話第3話第4話で終わるかもしれない。決戦とは、部隊の指揮を取って戦います。決戦の勝利条件は以下の2人。敵総大将部隊を撤退させるか、戦力ゲージを青一色にするか。うん。まあ、これは敵部隊を壊滅させるっていうことですかね。戦況ゲージを画面上部に表示され、各陣営がどれだけ優勢であるかを示します。有利な出来事が起きた陣営の方に徐々に傾きます。うん。決戦は各部隊に命令を出す命令フェーズと、動向を見守る進行フェーズに分かれています。ちょっとこれ初めてなんで、本当に他の方のその実機プレイとかのも見てないんで、ちょっとね、ごたごたするかもしれないんですけど、お付き合いお願いします。んで、そういう意味で言うと、今回何をしなきゃいけないかっていうと、命令フェーズの中で部隊を選択して移動先と部隊の状態を決めていくと。ここはしっかりやっていかないと、本当に一発で終了になる可能性がありますね。開戦直後は敵部隊が未発見の状態になっている。じゃあここは索敵とかをしなきゃいけないんですね。結構しっかりめに。ここはね、いわゆる提督の決断僕プレイしているので見ていただいている方いるかもしれないんですけど、索敵はかなり重要ですからね。で、決戦中は部隊が以下の事態に陥ると戦況ゲージが減少。攻撃を受けるか、奇襲を受けるか、回想するか、撤退するか。なるほど。鳴海で敵兵を見つけました。決戦にて死を消しましょう。そうですね。この度の決戦では作戦、本陣切り込みを提案いたします。
なるほど。別案のある場合は作戦準備画面より変更ください。本陣切り込みか。決戦の準備について指南を受けますか？受けましょうね。大名自らが出陣すると部隊の士気が上がる。待って、敵の何総大将は吉本じゃなくて受刑になる。敵味方の区分勢がぶつかりました。いよいよ決戦が始まろうとしています。開戦前に部隊や作戦を設定しますということで、敵の方には直虎とか元康、まあ後の家康とかが出てますね。これはかなり手強いんじゃないか。じゃあ作戦や部隊配置を変更しましょうということなんで、早速開始していきましょう。まずは作戦はこの戦いで全軍の方針、今回は本陣切り込みですよね。ちなみにおとり挑発作戦とかもありますね。全軍突撃、無人家、本陣切り込みでいきましょう。今回秀吉が提案してきてますからね。で、作戦によっては特定地点に部隊がいないと効果を発揮しないものがあります。作戦を無駄にしないように配置しましょう。まあ、今回は本陣切り込みで、この切り込み隊のところに、部隊を配置しないとおそらくいけないということなんでしょう。で、作戦や配置が終わったら決定ボタンを押しましょうということなので、じゃあまずは切り込み隊ですね。切り込み隊を待ってね。今回は出陣できる兵数に上限が決められているっていうことですね。まあ、今回からそういう設定になっているらしいので、大軍を動員すればいいというものではないみたいです。じゃあ配置変更からいきましょう。まずは、本陣部隊には当然信長が入っていて、で勝家、長秀で、ここは配置変更を確認しておきたいんだけど、全軍配置されてるでいいの？ちゃんとに。敵の方は配置されてるね。ハテナになってるけど、ハテナのマークが何？怖すぎる、ハテナが。とりあえず決定する？部隊の配置は終わってるし。作戦がハテナなんだな。なるみの戦い。決戦についての指南も受けましょう。これも決戦大きく2つのフェーズ、これさっき見ましたよね。命令フェーズと進行フェーズで、命令を終えて進行フェーズに移り、時間が経過して再び命令フェーズにという交互にフェーズが巡ると、まあ単性に近いんですかね。リアルタイムじゃないのかもしれません。決戦中に月日は経過しません。兵糧も消費されません。なるほど。で、赤い突起は敵の部隊、戦闘開始時はハテナと表示され正確な位置がわからない。そうですね。決戦の勝利条件は以下のいずれか、まあ、これもさっき見ましたね。戦況ゲージを青一色にするか、敵の総大将を撤退させるか。今回敵の総大将は受刑でしたね。で、今回味方の戦力7000、それに対して今川軍、まあ、受刑にが総大将っていうのも変ですけど、1万のないわけですね。で、陣を先に取って陣を守る方が有利に戦況が進みますということです。では実際に部隊を操作していきましょう。で、複数の部隊を同時に選びたい場合は丸を押しながら L で選びますということですね。じゃあまずは秀吉、移動先を選びましょうということですね。移動先を選んだ後は向きをさらに選ぶということですね。じゃあまずは本陣切り込みたいでしょ。本陣はどこにいるかというと、受刑にがここにいると。敵の陣はどこにあるのかわからないけど、味方の陣はきっとこういうところなんだろうな。なんで、まあ、これはこのままにしておいて、まずは庭長秀を陣に入れちゃいましょう。こういう戦いがセオリーに合ってるのかわからないけどね。で、成政も
前に進めます。とにかく味方の艦砲は数が少ないんで、前衛に全て出す方が絶対いいんですよね。それは信長も同じ。特に信長は鉄砲隊持ってるんでね。で、信長の鉄砲隊がやられるというか敵に張り付かれるとまずいんで、すぐ近くに前の長安を配置しておきましょう。じゃこれで一旦先に進めましょう。あ、こんな感じになるんだな。お、見えてきた見えてきた、動いてるね。あ、結構かっこいいですね、こうやって戦場を見渡すと。で、敵部隊の発見と奇襲。軍師が策敵に成功した敵部隊はそのターンに移動する可能性がある範囲が赤い線で表示されます。味方部隊の視界に入った敵部隊は発見済みとなり、移動予測範囲に加えて現在の位置が赤く表示される。で、敵から発見されていない部隊で敵を攻撃すると奇襲が成功。逆に未発見の敵部隊から攻撃されると敵の奇襲を受けることになりますと。敵の動きが分からないうちは慎重に動いた方が、まあ、敵から奇襲を受けなくて済みますということですね。なるほど、敵の場所が分かってきたということですね。とはいえだ、まずは分からないって怖いな。お覚悟を目指しますって言われてもな。いや、覚悟は決めてんだけどさ。これ完全に読み合いですね。敵がどこにどう出てくるかっていう読み合い。敵の陣形をうまく読み合いなきゃいけないわけだな。そうするとだ、おそらく敵のこの1050に向けては味方は勝家の800を当てましょう。で、秀吉の本陣切り込み隊と一緒に直虎の1300がちょっと鬱陶しいけど、直虎の1300には吉成を当てていく。で、信長の鉄砲隊が、これ、堺かな？堺隊に当て込めれば、先制攻撃が決まるはずだな。で、敵に発見されると、命令フェーズ中に赤い円が表示されます。なるほど。索敵して敵の位置を探ったり、交代して敵の奇襲を警戒したりするといいでしょう。うん。敵に発見されている部隊は奇襲を仕掛けることができません。ただし、発見された部隊を取りにして別の部隊で奇襲をかけるといった逆手を取ることもできます。そうだよね。お、来たな。合戦が始まってるね。これを見ると、長秀に勝家か。まあ、敵は出てこないと思いましょう。で、直虎がこっちだと、吉成に向かってくるね。なんで、向きを変えておきましょう。で、信長はまだ敵の射程に入ってこないか、敵部隊が。ちょっと怖いけどね。で、長吉が最悪、信長を守れるように、少し前に出しておきましょう。で、発見されていない、部隊による攻撃を奇襲。で、今奇襲されている、部隊がいるようです。今奇襲されている部隊がいるの。奇襲を受けると戦況が悪化。誰だよ、奇襲受けてるの。敵に発見されている味方の部隊はデコボコに突起に赤い円がつきます。赤い円のない部隊は敵を奇襲できます。
発見されてもしばらく地下街にいれば敵は味方部隊を失うと。奇襲を再興させるには部隊を迂回させたり分けて運用するなど相手の裏をかく動きが重要になる。それはわかるよ。わかるんだけど今誰が奇襲を受けているかわからない。部隊に農兵が組まれていると決戦が長引いたり劣勢が続いたりした場合士気が下がる。まあそうだよね。まあそれはそれとしてだ。誰が奇襲を受けてるの？奇襲を受けてる部隊ってどこ？さらに攻撃されてる部隊。で、攻撃をされている場合は回り込んだりして逃げましょうって言われてるんだけど、どれよ。吉成は横槍でしょ。なるほど。これは足止めが使えるっていうわけね。いや、どっちかっていうと今は足止めっていうよりかはこっちだな。先方を提案している部隊がいると。各部隊を選択すると武将の提案を聞くことができる。本陣切り込みの機を伺っています。あと一旦以内に敵本陣を見つけなければいけませんと。なるほど。で、どうするかな。敵の本陣がどこにあるかわからないって言われてもな。今だとどうしようもないな。ちょっと秀吉は下げましょう。いや、こっちからは前に出れないよな、これ。信長をちょっと下げた方がいいね。まあ、とりあえず、直虎をここで、後ろに回り込んで、足止め食らって、策士を食らって、いろいろ食らってるわけね。戦はこちらが推している。そんな気は全くしないんだけど。戦は我らが推しておりますって言われてるけど、推してる感じはしないな。全く。全くそんな感じはしないけど。まずは、本陣を奪われ、陣を奪われているんで、取り返しましょうっていうのと、勝家で、鬼柴田が使えるな。鬼柴田を使って、で、佐久間信盛は、ちょっと下がって正面から待ち受けてだ。で、秀吉は、騎馬突撃、調子は何？調子は。お調子者って何なんだろう？何か分かんないまま使っちゃったけど。で、信長の本陣は、抑え込んで、数正は回り込みましょう。まあ、ここは敵の部隊を挟み込む。で、突撃が打てると。ちょっと突撃ってやってみる？敵の光力清長隊は改装を仕掛けていると。いいね。紙幣。足止め使ってきたな。足止め使ってきたな。戦局がいまいちつかめないな。我らの勝利まだと一つって全然勝ってる感じしないんだけど。どういうこと？まあ、強撃が今ここで決まってるっていうのはあるんだろうな。お、樹形二の場所が分かったね。そしたら、カズマスが完全に樹形二に攻撃されるんで、方向を変えましょう。で、勝家は、ここで鬼柴田をもう一回使って、完全に打ち取る。
ステーク寿司を打っておいてだ。調子者が使えるね。調子者って結局何なのか、また見ないで打っちゃったけど。で、信長の本陣は、受刑にを追いましょう。今、雨が降ってるっていうのが、ちょっと微妙なとこだな。全然なんか勝ってる感じがしないっていうのが不思議なんだよな。いやー、勝った気が全くしないんだけど。だって兵力では、ま、こっちがね、5000、被害兵数が1095、受刑に側、まあ、今川軍が1483、大国に勝利したとはいえ、なんか勝った感じがあんまりしないな。で、戦意が高まっていると。で、捕獲した武将の処遇を選択できます。いい直盛捕獲してるんだ。これいい直盛って、直虎のお父さんですよね。じゃあ全員登用しましょう。で、ちなみになんですけど、この状態だと敵のまだ1万近くいた部隊はどっかに改装したでいいの？っていう状態だったら鳴海城が奪えるということになるよね。このまま行けば。お、志特性効果解放。志特性、ホロ州組織の志特性効果、奇跡の雨が解放。これ何でしたっけ？一番最初に見ましたよね。ちょっと後で見ましょう。何だったかっていうと、奇跡の雨。行軍で悪天候の影響を受けず、決戦で部隊の移動速度が上がると。これ嬉しいな。決戦ってさっきやった戦いですけど、あれって結構重要でしたもんね。で、受刑にとかって何、どこに行こうとしてるの？帰ろうとしてるでいいんだよね。で、鳴海城を落とせば、靴掛けに。進行するための準備が整いますと。じゃあ、まずは商業ですね。今回はどこに何をするかなんだけど、多治見証券が全然しょぼいんで上げておきましょう。で、末森城で種まき。で、種まきは1回しか打てないはずなんで、以上ですね。問題は鳴海城だ、鳴海城。鳴海城をさっさと奪いましょう。こう、そうこうしてる間にね、また敵が集結して、集結してるよ。めっちゃ集結してるじゃん。すげえ集結してるよ。ただ、その前に鳴海城を落としましたね。そしたら、鳴海城から一旦、騎乗しちゃおう。いや、本当に騎乗でいいのか？ここは、敵が、おそらく、襲ってくると思うんで、これに対抗した方がいいね。はい、というわけで、ちょっと長くなってしまったんですが、初めての決戦ということでお届けをしました。いかがでしたでしょうか？次回はね、この続き、おそらく、今川軍が再び襲いかかってくると思うんで、これをちょっと迎え撃つっていうところからね、プレイの方していきたいと思いますので、
ちょっとこの表情までプレイの方を先に進めちゃいます。ちょっと時間が長いんですがお付き合いお願いします。で、信長が大名発言の方策入れたんで発言してきてるね。あと闘技26、農業23、この辺り大きいな。商業はいらないんで、軍事21の勝家と、あとは論議26、農業23、まあ論議26の秀吉だな。これでいきましょう。で、秀吉からの方策提案ですね。肥料数増加、これは嬉しい、すぐにやりましょう。肥料数増加には農業が40必要か。今はできないね、そうなると。足軽徴用はいいでしょう。部隊視界拡大大小、これやろう。これ索敵の能力が上がるってことですよね、そのまんま。うわ、精鋭農兵欲しいな。農兵戦闘力上昇、これちょっと取っときましょう。論議はっていうと、新参抜擢、新参施策力増加、これもちょっと取っといて、この後のターンにつなげますか。やっぱりね、大きい効果が得られるものになればなるほど必要な数字が大きくなりますからね。はい、というわけで、一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしく、お願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。